格闘キャストへようこそ、シンです。そこに、新龍誠選手がいます。お願いします。このイントロね、毎回やって、いや、絶対次は変えると思うんですけれども、毎回考えるんですけれども、なかなか変えないですね。ただ、すいませんね。ちょっとその、馬鹿げたイントロを許してください。いやいや、全然です。前回から、かなりいろんな出来事があったので、はい、アップデートしていきたいと思います。お願いします。ちょうど6ヶ月前になるんです。そうですね、半年経ちましたよね。はい。一度、藤田戦が流れて、はい。それまた決まって、で、まあ、試合が行われて、はい、勝利おめでとうございますですね。いや、ありがとうございます。やばい試合でした。本当、まあ、本当に。よかったですね。最後、ああいうふうに決めれて。はい。まあ、その試合について、なんかすごい聞きたいものがたくさんあるんですけれども、まず一つは、はい、前回来た時に、テコンドの練習をしてるっていう話があったんです。あ、はいはい。覚えてますか？覚えてます。あのテコンドの蹴りって出してましたよね。今回ですか？はい。出しましたっけ出しましたで、なんか、1ラウンドぐらいでなんか、顔面になんかこういうサイドキックとかを、あ、はいはい、出す場面があったんですけども。あれ、もうちょい高さ上にしとけばよかったんですよね。あ、はい。ちょっと、下段、中段、上段で分けてて、で、最初関節入れて、はいはい、次中段行こうかなと思ったんですけど、やっぱ、キャッチされやすかったですね。キャッチされましたね。はい、でそこを完全に上にやっとけば多分、反応してなかったから上行けたなーって今、反省点はあるっすね。結構作戦に入ってたんで。そうですね。今回やっぱ藤田選手が、はい、まあ前重心で、まあボクシングスタイルで、はいはい、だったんで、ちょっと前足をやっぱ気にさせる。はい、で、関節切れやったらやっぱ前に出るのもやりづらくなるじゃないですか。はい、まあそれはもう最初から作戦で打とうっていうのは入れてましたね。結構出してましたもんね。そうですね。嫌がらせで、はい、まああれ一発で終わらせってよりは、まあその蓄積させて、はい、ちょっと気にさせるみたいな感じでやってましたね。はい、そうですね。なかなかダメージを与えることは難しいと思う。与えるまで行くと多分本当振りかぶらなくちゃいけないんで。そうですよね。ってなるとやっぱカウンターも狙われやすいじゃないですか。はい。っていうので、まあちょこちょこ当てていこうかなっていう作戦ではあったんですね。はい。それ以外なんか作戦はあったんですか、まあ、っていうか、このテクニックを使うっていうものとかは。まあ、全体的な作戦としてはやっぱ、ミックスさせるっていう作戦、はい、MMA をやる。あ、はい、だ僕が、まあ、組の方が得意ですけど、でもいきなり組ってもやっぱテイクダウンとか取れないじゃないですか。はい。だからある程度相手の得意な部分も付き合いつつ、まあ、要所で組に見せるっていうので、まあ、考えてましたね。だからある程度そうですね、パンチも付き合ったし、はい、蹴りも勝負したしって感じですね。はい。はい、確かにそうですね。結構打撃に、もう付き合いましたもんね。そうですね。でも、意外と向き合ったら、なんだろう、そんなプレッシャー感じなかったんですよ。ああ、打撃のプレッシャーですか。そう、打撃のプレッシャーそんな感じなくて、ああ、意外と全然勝負できるなって。なんかもっと作戦ってか、やる前はもっと打撃の圧が来て、みたいな、の考えてたんですけど、はいはい、いや、意外と打撃勝負できるなってのは、向かい合って思ったっすね。藤田選手のパンチ早くなかったですか？いや、早いは早いと思うんですけど、はい、まあ見えたっすね、ある程度。見えてたんですね。ある程度は見えてたっすね。はい。どう、自分より小さい選手と戦うことはあんまりないと思うんですけれども、今回藤田選手は、はい、多分5センチぐらい身長が低いと思うんです。多分160センチぐらいで、新龍誠さんは、165ぐらいですかね。はい、だから自分より小さい選手とやるのは逆にやりづらいっていうのを聞いたことがあるんですけれども、どうですか？いや、どうなんすかね。でも小さい選手で言うと、伊藤誠一郎選手も僕よりちっちゃかったんで、はい、多分5センチぐらい、さーってやってたんで、まあ同じ感じですかね。別に気にしない感じ。まあ多分そのちっちゃい方が身が詰まってるから、はい、組のやっぱ力とかはあると思うんですけど、まあそれぐらいですかね。やりにくいとか別に考えないですね。その藤田戦の試合はもう見てますよね。あ、YouTube 上がったんで見ましたね。ああ、はい。結構自分の試合見るタイプですか？あ、まあそうですね。どこ直さなくちゃいけないっていうのは見るっすね。結構試合から期間空けてから見るっていう感じですか？それとも、いや、すぐ見たいっていう。いや、すぐ見たかったっすよ。あ、すぐ見たいですか？で、友達が PPV 買ってたんで、はい。友達の家行って見て、みたいな感じですね。はい、同じ日に。同じ日、そうですね、同じ日に。まあ、その日なんか徹夜したんですよ。もう寝れなくて。あ、ね、あ、アドレナリンが出ちゃって。はい、はい。まあ、いつもそうなんですけど、試合後って寝れないじゃないですか。寝れないっていうのは、はい、たまにありますね。たまにですか？僕毎回寝れないです。毎回寝れない。毎回、なんかアドレナリンと多分カフェインも結構直前に飲むんで。ああ、はいはい。全然寝れなくて、その、うん、今回の試合はその日の、試合終わった次の日の、夕方ぐらいに寝たっすかね。おお。はい。疲れてるっすけど、
眠れなくて昼から徐々に行ってました。はい、で、あの、そう、試合、自分の試合を見て、はい、その最初の印象は何だったんですか？あ、僕のってことですか？はい。なんか、例えば、自分がやってる時と、なんか外から見るのって、多分あ違うですね、たまになんか、お、全然、なんか自分が想像してたのと違ったっていう時もあるんですけども、はいはい、今回はどうでしたか？あ、でもなんかもっとやられてる印象だったですね。僕的には。はい。なんか、試合してるとやっぱ、なんか、僕一回パンチもらってフラッシュダウンみたいなあったんですけど、はい、その時にはすごい歓声が聞こえたんですよ。うん、で、うわぁ、やべぇっていうのはその時の印象で、で別にそんな効いてる感じしなくて、ほんとフラッシュだったんで全然力も入ったんですよ。あ、でもめっちゃ印象悪いかなと思って。でもいざ映像見たら、まあ別に思ってたのとそんな差はなかったかなとか、うん、そんな効いてるように見えなかったなと思うんですね。うん、もっとなんかみんなが聞いてるよみたいに言ってたから、はい、俺めっちゃ派手な倒れ方したのかなみたいな思ってたんですけど、そこはそうですね、意外と、まあ、想定してた感じと同じだったっす、まあ、キックボクシングとか、まあ、打撃ルールではダウンになるんですけれども、はい、MMA だったらどうなんでしょう。だってあそこから、まあ、多分立ってる分には立ってられたんですよ僕も、はい、全然。でもパワーもらってテイク行ったんで、なんか繋がったっていう感じに見えたから、はい、だからすぐ普通に意識もはっきりしてるし、うん、テイク狙って、まあ、しっかり力も入ったんで、うん、まあそんな効いてる感じはなかったですね、うんうん、もしもそれがダウンだとしたら、はい、あれキャリアの初ダウンですか？いやでも一回めっちゃ効いたことあったですね、うん、デビューして4戦目ぐらいで、はい、なんかめっちゃ今回は打撃をテーマにしていこうみたいな、うん、で相手が元ボクサーとかの人で、はい、その時打撃勝負して、その時はめっちゃ効いたっす。ああ、でなんか倒れた、倒れてはないですけどパーン結構グラグラしてテイクに行って逃れたみたいな、うん、その時は本当に効いたんですけど、で今回全然そういう感じではないですね。面白いですね、効いてない方がなんかダウンとして見られるんだけど、はい、実はそんな効いてなくて。そうなんですよね、一番効いた、一番なんか思いっきりもらって効かされたパンチが、はい、まあ、倒れなかったっていう。そうですね、うん、倒れなかったですね。でも多分普通の人より打たれ強いと思うんですよ僕。ああ、打たれ強さに自信はありますか？もちろん試したくないっていうのはあると思うんですけど、試したくないですねスパーリングもなるべくマスとかでやってて、はい、まあ、普通の人よりはダメージは溜まってないかなと思うんですね。本当にマスばっかっすね。そのスパーとかはあんまり本当に月1月2ぐらいですか、やっても。ガチスパーしなくていいっていう。はっすね、僕は。ですね。あんまり、なんだろう。それでやっぱ、打たれ弱くなるのが嫌だったんで。ああ。うん。だからあんまやらないですね。やるとしたら、MMA のガチスパーですか？それとも、ボクシングだけで。ああ、ボクシングとかやったりするっすね。ああ。はい、その、宮城の高校とかで稽古行って、はい、あ、まあ、今回その、藤田選手対策もあって、はい、ボクシング部に行って練習はしてましたね、スパーとかは。はい。あ、じゃあ、ボクシングのガチスパーは、なんかガチスパーカテゴリーに入らないっていうことなんですか？あ、でもそれやっても本当月1ぐらいやったんで。あ、それは月1。はい、おぉ。本当にあんまやらないですね。危険ですね。まああ、はい、それ結構。しかもパンチもらうの好きじゃないんで。本当に、まあ、好きな人はいないと思いますけど。はい、なるべくもう、優しくやろうよ、みたいな感じですね。好きな人いるのかな？なんか、すごいタイマンみたいなスパーする人いるじゃないですか。はい。なんかタイマンみたいに、ああ、はいはい。ガチガチやる人いるんですけど、はい、僕はそういうの嫌いなんですよね。うん、はい。もうマスで、その方が壊れないで、お互い強くなれるかなって思うんで。はい。はい。そんな感じでやってます。あ、はい、そうですね。無駄なダメージは取りたくないから。そうですね。現役生活、まあ30まではやるって決めてるんで。はい。あと9年かな。そうなんです。あと9年あるんで、9年ダメージなく、行きたいんですよね。はい。なんか、なんだ、ドランカー見たくなるのも嫌なんで。ドランカー嫌ですよね。うん、絶対嫌なんで、30までしっかりやって、もう無事に現役生活終わろうと。そこからプロレス行きたいんで。はい。まあ今回は結構素晴らしい内容で、まあフィニッシュも取れて。はい。あの、フィニッシュを取るのって結構なんだろう、なんか目的じゃないけど、なんかテーマにしてたんですから。あ、まあそうですね。まあ、その UAC 行くには、はい、一本 KO やっぱ大事っていうのは、はい、もう言われてたんで、まあ、マネージャーから、あ、そうですね、周平田さんですね、周さんから言われてたんで、まあそれはもうめっちゃ意識してやりましたね。本当もう、ここ3戦をフィニッシュを意識して、3戦4戦かな、
はい、そうです、意識してやってますね。 UFC のなんだろう、そのシステムというか、あの、まあ、契約する選手を探すの基準とか結構厳しいですよね。厳しいですね。何回か周平田さんと、まあ、そういうお話をして、フィニッシュを結構大事にするって毎回言ってるんです。でも積極的にいかないとやっぱ、はい、気に入られないですよね、やっぱ。うん、はい、でも、なんだろう、あの、小さい階級の選手がフィニッシュを取るのって結構難しくないですか？難しいですね。だって、ライト級とかウェルター級とかになると、その一発でもその試合展開が変わるじゃないですか。でも、フライ級になると、はい、そうですね。やっぱりフィニッシュになるとね、やっぱり一本が一番理想じゃないですか？そうですね。今回打撃で効かせて一本にできたのはやっぱアピールになったのかなって、はい、あ、そうですよね。あの効かせ、その打撃を効かせたところですごい好きでした。あ、膝ですか。はい、あの、あれはもう、あれも作戦ありました。そういえば、あ、その頭組んで、そうですね、なんか前線でその首相撲のシーンがあったんですけど、はい、その時に藤田選手が結構こっちを外すよりもパンパンってこのボディとか行くのはやってたんで、はい、あ、これ顔面入るんじゃないかなと思って、はい、まあ、それはあったっすね。だから腹腹で上で、うん、3回目で顎打って効かせた感じですね。結構効きましたもんね。あ、もう入ったなと思って、うん、でもそこから追撃して、まあ、嫌がって組んできたんで、はい、まあ、多分意識もろうとしてるんだろうなと思って、うん、で、まあ、ここセットして忍者やった感じですね。うん、俺前から結構言ってるよね、いつか誰かそのタイクリンチをもう思いっきり掴んで、はい、だって何もできないもん。本当に掴まれると。特に寝技タックルされても OK っていう選手であれば。そうですね。僕はあんまりテイクされても。全然そこから立てばいいやって感じなんで。はい、うん、うん。そうだね。すごいです。もう前から言ってたからすごい。おー、やったやってるぞ、はい、あの、カフキックも前から言ってるよ。そうだね。おお、流行る前から結構、あ、これいいねって思った。あ、来るよみたいな。まあ、来るよって、来るよっていうのはやっぱりなんか、有名な選手か、まあ誰かがそれ使って、それをなんか、使えるぞって見せたらみんな真似するから、はい、あ、はい、それがあれば流行るんですけれども。うん、じゃあ今回僕の飛び膝は。その掴んでから、あれ、はい、あれいつか絶対、まあもっと、まあ流行ると思います。いいですね。結構、でも昔ね、もう、アンデルソン・シルバーってご存知ですか？あ、知ってます。はい。アンデルソン・シルバーがよく使ってたんです。あ、そうなんです。組んで、はい、飛んで、はい、みたいな感じですか？うん、そう。で、そのまま掴んで、もう膝連打とかやって。はい。でもあれから、そうですね、なんか、まあ、使う時期があって、またなくなって、だからこれからまた上がっていくと思うんですけれども、はい。どうなんでしょうね。まあでも、多分やる人は、あれですよ、寝てもいい人っすよね。そう、寝てもいい人。おー、あ、こんな感じだったっすよね、本当に。そう。で、また掴んで、はい。だって何もできないですもん。はい。本当に。タックル、なんか掴んで倒すことはできるんだけど、そこでも OK の人は、別に思いっきり使っていいんじゃないですかって。はい。で、僕思ったのは、こっから効かせたじゃないですか。はい。やっぱこの人も聞いたら手、こっちに集中するじゃないですか。はい。ここで肘入れたら、あ、入れましたよね。入れてないんですよ、肘は。え、入れてないんですか。パンチでいっちゃったんで、そこで俺頭クラッチしてここで肘入れれば、はい、あ、それで終わらせられたわっていうのも思ったっすね。だから次使うかもしれないですね。結構、あの、そうですね、あの、ムエタイですね。はい。ムエタイは練習するんですか。ムエタイはやらないですかね。でもてっぺんジムで練習してて、はい、トレーナータイ人の人とかなんで、あ、いますよね。よく肘とかは教えてもらうっすね。ああ。はい。まだ使ったことないですけど、試合で。まあ前回話した時はいろんなジムに行って、なんか、あっちこっちトレーニングして、はい。やってたんですけど、はい、今もそういう状態でやってるんですか。あ、そうですね。で、稽古回ってますね、はい。なんかこの試合に向けてなんかトレーニングを変えたとか、そういうところはありましたか？あ、でもフィジカルトレーニングのトレーナーがついてくれたんで、はい。そうですね。その15分動き続けられるようにっていう、のはやったっすね。はい、あ、じゃあフィジカルトレーナーをつけたんですね。そうですね。だ15分間の、うん、ズームでやるんですけど、はい、お、自分のジムでそのいろんな、なんだろう、縄跳びとか、はい、このバトルロープとか、はい、まあ、動きやる系で、はい、まあ、疲れてる時にもなんか足し算やらされたりとか、お、5足す5はみたいな、へ、そう、サンドバッグ連打しながらその計算させられるみたいな、なんかそういう特殊なトレーニングはやったっすね。お、面白いですね。はい、でもやっぱそれが良かったかなって思うんですね。やっぱ疲れててもやっぱ考え、まあ、頭も使わなくちゃいけないじゃないですか。っていうのをやりましたね。それは試合前
どれくらいやってたんですか？でも1ヶ月半ぐらいですかね。あ、それを週1、2ぐらいでやってたっすね。はい。5分3ラウンド、スピード落とさずに、最後ゲア上げてもいけたし。はい。多分、相手よりはスタミナあったんじゃないですかね、僕の方。そうですね。はい、結構ペース、そうですね、シンディさんのペース。はい。やばいよね。だって最初から飛ばして、なんか、その、スローダウンするところがないっていうように見えるんですけれども、まあ僕には。そうですね。あんまり。結構余裕ありましたよね、スタミナに。やっぱ最後なんか、2ラウンド、帰ってきた時にセコンドにもしかしたらこのラウンド取られたかもしれないって言われて、あ、そうなんですか。そのフラッシュダウンがあったから、はい、その印象がどんだけ取られるかわからないからっていうので言われて、とりあえず次の3ラウンド絶対取りに行こうって言われたんで、ちょっとギア上げないとなと思って、でまた上げた感じだったです。試合後マイクで、あの UFC、はい、オファー待ってますって言ったと思うんですけれども、はい、試合後あのマネージャーの周平田さんと話はしてるんですか？あ、してますね、うん、はい。まあ、いろいろ聞きたいんですけれども、はい、まあ言える範囲で、なんかプランとかはあるんですか？プラン、でもどうなんですか、一番はやっぱ USC の本戦に、はい、次で出れるのが理想なんですけど、はい、やっぱその、うまくいかないのがあると思うんで、はい、どうなるかっていうのはまだ読めないですね。やっぱ先に日本人の平選手が行ったりもしてるんで、はい、ちょっと日本人行きにくいのかなとか思ったりするんですけど。あ、そう、ちなみにさ、平選手の試合は見てますか？あ、この前、はい、見ました、ね、はいはい、朝早起きして。あ、そうですね、ツイート出してたもんね。はい、何でしたっけ、あの舞台で待ってろっていう、あ、そうですね、ようなツイート、はい、あの、さすが新龍さんですよ、はい、ちょっとやらないといけないんで。はい、そのし、あの平選手の試合感想聞きたいです。どう思いましたか？どう思った？でも意外と穴は見えたと思ったっすね。やっぱ今まで相手が日本人で、はい、やっぱ体格ご利用しで戦って、まあ、フィジカル負けはあんましないと思うんですよ、平選手って、はい、体が自分よりちっちゃい相手なんで必ず、はい、でも今回やっぱ海外選手っていうのもあって、フィジカルも多分自分と同等ぐらいあって、はい、やっぱそういうところでやっぱ穴は見えたっすかね。そのなんて言えばいいんでしょう、その力じゃないけど、その、まあ、レスリングって言えばいいのかな。まあレスリングの対応はちょっと甘いんじゃないですかね、はい、そこは思ったし、まあ、スピードもあんまないかなって、あ、はい、思ったっす。多分僕の方が全然早いっすね。はい、いや、なんかすごい、なんか試合が見たくなってきたんですけれども、まあ、前回も言ったと思うんですが、はい、でも、やるとしたら、まあ僕、平選手とも仲良くしてるんで。あ、そうなんですか？はい。どっち応援するんですか？うわー、そんなの、でも、決まったらそういうのを考えておきます。でも、やるとしたら、はい、本当になんか、すごいでかい舞台 UFC で、まあそうですね、やりたいですね。やるとしたらそこで見たいです。はい、うん、その時はじゃあ勝敗予想してください。うわ、それは多分勝敗予測出せないね。出せないですよ。はい、難しいですよね、どっちも知り合いだと。どっちも知り合いだとね、まあまあでも結局まあ戦うから、なんて言えばいいんでしょう、そのまあ、どっちかが怪我する確率もあって、はい、危ないことやってるじゃないですか。まあそうですね。でもある意味2人ともビジネスパートナーだから。ああ、はい。うん。だから、まあ、ライブル的な、なんかそういう見方もあるんですけれども、僕からしたら、二人はお互い必要。あ、まあそうですね。と思います。ただ、それが、そのライブル関係がすごい盛り上がって、もう本当に二人ともお互い大嫌いっていうようなマッチアップもあるからね。まあ、UFC では。はい、そうですね。めっちゃ喧嘩しますもんね。コービー・カビントンって知ってますか？あ、はいはいはい。そう。彼はでも、あれマスビタルずっとやったやつ。はい、そうです、ね、はい。でも、彼はやりすぎでしょう。あの、USC だからやっぱ、あれぐらいが普通なんですかね。あれはちょっと特別かもしれない。あ、そうなんですか。はい。え、でも、もともとなんか、友達らしいですよね。そうですね。はい。なんか、親友だったけど、なんか、自分で揉め事あって、はい。まあ、喧嘩になって。昔、同じ、チームメイトで同じチームで練習してたんです。コビントンと、マスビタル、はい。で、まあ、コビントンがいろいろ、なんか悪いことを言って結局チームから離れて、うん、でまたチームメイト同士、元チームメイト同士の対決っていう感じで盛り上がったんですよ、はい、でもマスビド以外にコビントン VS 誰やったっけ、ウッドリー、タイロン・ウッドリーっていう、あ、はいはいはい、タイロン・ウッドリーもその元チームメイトだったんですよ。だからコビントンはその元チームメイトをどんどん狙っていって、それで試合盛り上げて結構ビッグファイトをいくつか決めてるんですよね。あ、そうなんですね、はい、そういうところで賢いんだけど、
まあ、やりすぎはやりすぎですよね。まあ、そうですね。うん、ただ、新竜さんはそこまで言ってない。はい。そういう、まあ、なんか、トラッシュトークとも言えないじゃないですか。例えば、今言った、あんまりスピードがなかったとか言っても。あ、まあまあ。トラッシュトークの。トラッシュトークではないじゃないですよね。もうアメリカのに比べたらもう僕のなんて全然。そうですよね。大したことないです。日本はどう、日本の、なんか考え方ではそれが、なんだろう、トラッシュトークになるんですか？どう思いますか？どうなんですかね。でも言いすぎって言われるときはあるんですけどね。そうですか？はい。おお。あの本音で話したりするんで、はいはい、まあ多少盛り上げる部分もあるですけど、うん、まあ、うん、どうなんすかね。はい、あ、そういうなんか言い過ぎとか言われると結構気にする方ですか？いや別に盛り上がればいいんじゃないって思うですね。で別に嘘ついてるわけじゃないんで本音交えてるんで、そんな、まあそれで盛り上がってくれたらそれはそれでいいですよね。うん、まあ平選手の試合の話に戻るんですけれども、はい、対戦相手のキャンデラリオどう思いましたか？強い相手だと思いましたか？いやそんな強くはないと思うんですけどね、見てて、うん、多少レスリングうまい、まあ、ケージレスリングはうまかったですね。あぐらいですかね。でも打撃もそんななんかうまい感じはしなかったですね、見てて。キャンデラリオ結構なん、アクシュリー考えてみると結構あの、まあ、実はデイノバイコンテンダーシリーズで2回やってるんです。負けて生きてるんですか？1回勝って契約されなくてもう1回やって、確か2対1判定で負けたんだけど、負けて内容的には勝ってたから、うん、デイノバイトが契約してあげたっていう、あそういう方向で勝ってたって感じなんですか？勝ってたっていう感じで、しかも2週間前のオファーで入ってきたから、あ、ね、まあそういう理由で多分負けても、まあ、契約してもらったっていう形なんですけど、はい、まあ、確かにあのその一発パワーはないけど、うん、そのペースで崩すっていう選手でしたね。うん、まあ、ある意味、新竜さんのスタイルと似てます。でも僕の方が全然速くないですか？そうですね、うん。そう思います。僕の方が全然攻めちゃうんですけどね、もっと。僕は、キャンデラリオ結構強いと思ってたんです。あ、そうなんですか？はい。僕はなんかもうやる前から圧勝するだろうなっていうのは。あ、平選手ですか？はい、思ってたっすね。あ、でも僕が間違ってましたね。はい。でも圧勝するだろうなと思って、まあ、はい、試合見て、あ、意外と苦戦するんだって。あ、逆にそうなんですね。そうですね、見たっすね。へぇ、一瞬なんかフロントチョークとか危ないシーン。あ、そうでしたね。ありましたよね。あれ、どう思いましたか？結構黒、なんか危ない。結構きついっすよね。あ、やっぱ、自分からひっくり返るときってやっぱ苦しいときなんで、あ、ポジション譲ってまで、そう、逃げてるから、はい、苦しい。まあ、入ってたは入ってたっすね、絶対、はい。あれがもうちょい上手かったら、そのギロチンとかの名手だったら、うん、ちょっとやばかったんじゃないかなって思うっすね。うん、だ僕だったらやばかったっすね。はい、僕だったらあれで終わらせてました。あ、はい、これから何が起こるか分かんないけど、はい、平選手と戦うことになったら本当に UFC でみたいです。そうですね、 UFC だけでビッグマッチな感じでやってほしいですよね。そう、タイトルマッチで。いや本当そうなったらすごい日本盛り上がるじゃないですか。盛り上がりますよね。そしたら絶対日本でも UFC が見れるし、はい、じゃ平新竜がもうツイッターのトレンドになるみたいな。ああ、絶対なりますよね。本当そうなってほしいですね。いやー、そうですね、本当にそうですね。日本人ファイターが結構 UFC に入っていくの、うん、そういうなんだろう流れがちょっと見れてきてるんで、はい、ロッド UFC もあって。ああ、そうですよね。結構日本人選手多かったですよね。多いですよね、はい、うん、あとまだなんだろう、そこまで行ってないんですけれども、UFC で戦いたいっていう若い選手も増えてきて。ああ、多いんじゃないですかね。はい。木下選手、知ってますか？ファンクラス。ああ、はいはい。うん。彼も UFC で戦いたいって言ってます。ええー。やっぱり、ウェルター級の日本人選手は、見たいですよね。あ、まあ、でかいから、やっぱ迫力があるですよね。日本人だとやっぱ層が薄いじゃないですか。はい。やっぱそこでやっぱズバ抜けた人が UFC 行くのとか、やっぱ、面白いんじゃないかなって。面白いですよね。はい、思うですね。うん、いや本当に楽しみにしてますこれからが。はい、ちょっと僕も楽しみです。試合が終わって、はい、今は人生ってどんな感じですか？人生、はい、いやでも特に変わりはないですかね。あ、まあベルト1個増えて、はい、まあその時はめっちゃ嬉しいですよ。まあでもまあ戻ったっすかね。普通に戻るの日常、まだ祝勝会とかやっぱ言ってもらえて、はい、まあ、まだ嬉しいなっていうのはあるっすけど、はい、まだもう気持ち引き締めてまた、そうですね、早く次が決まってほしいなって。おう、もうダメージもないんで本当に早く試合がしたいんですよね。へえ。7月とか8月とか本当できたらやりたいなと思ってますね。へ、だって
試合したのが、もう一週間前ですか？いつですか？ 5 月の。8日なんで、一週間と半ぐらいですかね。一週間半ぐらいですよね。はい、すごいなんか、新竜さんってなんかすごい落ち着いてる感じがするから、試合後もそんななんか、わーってなんか嬉しくなって、そこをずっとなんか、そのなんて言えばいいんでしょう、日本語で。You're in the sky! なんて言うんですかね。どういう意味で？試合後勝つとすごい嬉しいじゃん。で、なんか一週間ぐらいそのすごい嬉しいところで暮らしていくのが、あると思うんですけれども、それはないんですね。一週間はないですかね。ほんと、二日もないかもしれないです。そのピークの時はもう試合終わった直後の車とか。いや、俺チャンピオンだぜ、みたいな。まあ、勝ったっしょ、みたいな感じで、もうそこまで長続きはしないですね。はい。まあ、その日にもクラブ行こうかなとか。クラブ行くんですね、新人さん。思ったりはしたっすけど。あ、でもクラブ行ったっすね。はい。まあ、その日は行かなかったっすね、さすがに。はいはい。友達に断られたんで。はい。はい。行かなかったっすね。試合後に、まあ、クラブに行きたいっていうのはすごい、まあ、元気ですね。全然ダメージないし、はい、やっぱテンション高いじゃないですか。はいはい。で、まあ、行こうぜ、みたいな。で、そのクラブの中でベルト2つ持って、なんか、その動画とか撮ったらワンチャンバズるかな、みたいな、そういうの考えたりしながら、はい、いいですね。やってましたね。なんか、マクレガーとかやりそうじゃないですか。やりますね。UFC ファイターはみんなやりますね。やるじゃないですか。なんか、そういうのも日本人がやっても面白いかなって。ああ、いいですね。はい、やっぱり、まあ、そういうのも、ちょっと大事、大事でもあると思います。他の、なんだろう、若い子も。はい。チャンピオンになりたいっていう、そういう夢を与えるから、はい、やっぱりかっこいいじゃないですか。かっこいいですよね。それを見ると。はい。まあ、俺もチャンピオンになりたい、格闘家になりたいっていうのが、やっぱり必要じゃないと、はい、必要だと思います。そうですね。だからやりたいなと思って出すね。はい。次の試合、あとは。でも次、その、もうアメリカで試合終わって勝ったら、もうアメリカでちょっと立ち上げたいなとか。アメリカかもしれないから。はい。UFC で試合が決まるとしたら、まあ、どこの会場とかでやりたいっていうのは考えてますか？まあ、もちろん自分が決めるものじゃないんですけど。そうですね。夢とかはありますか？まあ、お客さんがやっぱ多いところで戦いたいっていうのは、まあ、モチベーションとしてはあるんで、はい、まあ、人が少ない。この前、平選手のやつはあれ、ファイトナイト。はい。なんか思うんですけど。はい。会場はやっぱお客さん少ない、はいはい、とこだったりですか。まあ、もちろん出るのすごい嬉しいんですけど、はい、まあ、そこでなおかつ、ナンバーシリーズの会場で、まあ、お客さんがめっちゃ多くてってなると、なんかめっちゃ UFC 体感できるかなって、はい、はい、思うんで。やっぱお客さん多いとこでやりたいなって思うっすね。うん。お客さんなしの状態で試合はやったことありますか？お客さんなしは、まだないっすね。そのコロナの時に、半分とか。でやったぐらいで、お客さんなしはまだやったことないっす。お客さんなしってどういう感じなんですか？いや、もうシーンとしてるんじゃないですか。そうですよね。はい。それは、きついっすよね。なんか。あ、逆にきついですか？いや、シーンとしてるとなんか、今盛り上がってんのかなとか、思っちゃうっすね。うん、だから多少盛り上げなくちゃいけないのかなとか。なんかずっとつけてても、多分、そのお客さんいないと反応としてはもうずっと無じゃないですか、はい、まあ。ああ、はいはいはい。だ盛り上がったりしないんで、今大丈夫かなとか、思うっすよね。結構その、会場のなんだろう、雰囲気に、なんだろう、影響されるっていう、まあ影響されて言うと良くないんだけど、はい、結構考えるんですね。はい。まあ、僕は多い方がモチベーション上がって動けるタイプだと思うんですね。自分で、はい。まあ埼玉スーパーアリーナとかやったことあるんですけど、はい、あっちの方がやっぱテンションは上がったっすね。埼玉スーパーアリーナはその何万人も入るから。そうですね。ベラトルの時やったんですけど、確か2万人ぐらいいたんで、わ、めっちゃ気持ちいいって思ったっすね。入場が本当に。楽しかったっすね。でも2万人って言うと、もう、まあ、それで UFC の会場より人数多いです、ね。あ、多いんすか？ UFC って1万5000人ぐらいか、1万7000人でも、はい、結構大きい方になるんですけど。でもなんか、あれっすよね。でも、アメリカの、そうですね、その会場の、ね、ファンはちょっと違いますからね、はい、みんなうるさいから。やばいっすよね。でもあの空気を味わってみたいってのは本当あるっすね。超楽しそうじゃん。なんか変な試合だったらブーイングして。あ、めっちゃブーイングして、ね。まあ、いい試合やったらめっちゃ盛り上がってみたいな、はい。やっぱすごい楽しそうですよね、うん。ただやっぱモチベーションも、あ、いい試合しようってなるし。うん、そうですね。つけようとかは多分思わなくなるっすね。ああ。はい。どうなんでしょう。それはいいことなのかな。もしも、例えば、うん、作戦はもう相手をつけて勝つっていうゲームプランで。はい。めっちゃブーイングとか受けたら。
立っちゃうっすね。立っちゃうかもしれないです、ね。いや、コーチが心配するよ、それきっと。まあでも、まあ、立たないにしても多分パウンドを結構大きめの入れたりして、盛り上げようとはするんじゃないですかね。はい、ただひたすらつけるっていうのは、うん、まあ、やらないと思うんです、僕は、うん。まあ、積極的に狙いに行くと思うんですけど。はい、ファンがつくスタイル、あ、ファンがたくさんついてくるスタイルですね。ああ、そうですね。結構リスクを取るっていうことになると思うんで。そうですね。だからこの前の試合もやっぱ USC に向けてやっぱ結構決着を狙いに行ったっすね。はい、はい。サッカーボールキックとか金網蹴っちゃったし。ああ、すごい。あれ、解説者がそう指が痛そうって言ってたんですけど。やっぱやってる時は痛くなかったっす。あ、でも指が当たったんですね、はい。でも何蹴ったんだろうと思ったっすね。あ、そう。わかんなくて。あれでも当たってないのかみたいな。全く痛み感じなくて。おぉ。藤田選手にワンチャン当たったのかなみたいな。でも、そうですね。やっぱ試合終わって、足見たら腫れてたんで。あ、金網のやつかと思って。結構じゃあバチンと当たったんですね。あ、もう殺す気でフルスイングしたんで。あ、まあそれなりには蹴ったんじゃないですかね。金網めっちゃ硬いじゃないですか。硬いですよね。はい。はい、あれ思いっきり蹴ったって思うと、今、アドレナリン出てるからいいですけど、まあ今思うとやばいですよね。本当は痛かったんだろうな、みたいな。でもそれ以外無傷で。それ以外そうですね。そのダメージもフックもらったぐらいで。うん、そこまでなかったし、うん、全然大丈夫でしたね。いや、すごいですね。そう考えると、だって外からまあ、動画からでも見ると、はい、なんか展開が多くて、あ、はい、すごいバチバチやってる試合に見えるんですけれども、はい、あんまりダメージ、そういう試合をやってそんなダメージを食らってないというか、一番食らったダメージが、うん、まあ、自分が、ね、サッカーボールを蹴って絡みだったっていうところなんで。はい、もうそれの方が痛かったですよ、全然。いや、はい、全然あとはダメージ特にないですかね。うん、それもやっぱり スキルですよね。あ、でもそれはあると思うんですよね。ダメージ、だってあんなにアグレッシブに戦うと絶対ダメージ食らうでしょって、まあ、うん、思ってしまうんだけど、はい、それであんまりなんかもらってないっていうのは、まあ、もらわないことをめっちゃ意識してやってるんで、はい、そういうとこですかね。なんか自分が攻めるってよりは、そのパンチとか立ちの時はもらわないことを意識してるです。あとはなんか体が勝手に反応するっす。あ、そう、カウンターとか狙う時も勝手に動くんで、はい、あんまりその防御は、やる時は防御を意識してって感じでやってます。何発かカウンター押しシーンあったんですけどね。ああ、そうですか。あともうちょいずれてればなとか。パンチですか？パンチも、はい。結構見えてたんで、パッて受けてフックとかストレート行ってたんですけど、そこもちょっと直さなくちゃなって感じですね。視力は結構いいんですか？いや、普通ですか、多分1とかでしたね。多分距離とかなんですかね。距離が多分僕の方が距離がいいから見やすいとかなんですかね。はい、胴体視力も多分普通だとは思うんですけどね。反応が早いっていうことになるのかな。どうなんすかね。検査とか特にしてないんで、わかんないですけど、まあ一番は距離かなって思ってるっす、ね、うん。はい。今、心理さん、自分のジムもあって、はい、心理ワールドっていうジムなんですけれども、はい、そこで教えたりすることはあるんですか？教えたり？はい。あ、僕ですか？あ、僕教えます、全然。はい。確かに教えることによって自分も、なんか、ああ、まあそれはあります。はい、ありますか？やっぱなんか動画とか見て、はい、あ、これめっちゃいいなと思ったら、その僕が最初に練習で試して、はい、でそれを使えたら自分の生徒に教えるみたいなのは、はい、やったりしてるんで、まあ間違って教えちゃうとやっぱあれじゃないですか、はい、やっぱその分自分も勉強するんで、はい、まあプラスにはなってるかなって思いますね。将来引退した後、30超えた後、はい、トレーナーになることは考えてますか？あ、まあトレーナーっすよね。ああ、やっぱりそうですね。絶対そうですね。自分のジムでやっぱ生徒を教えてチャンピオン出すっていう感じになりますかね。まあでも他のこともなんかいろいろやってみたいなとか思うんですけど、まだ特には考えてないですね。とりあえず今現役しっかり結果残して、はい、まあ選手強くしてみたいなぐらいですね。うんうん、もしも、USC との、なんだろう、契約がちょっと時間がかかるっていうことになれば、はい、前回も聞いたと思うんですけど、そのアメリカでトレーニングすることは、はい、考えてますか？まあ行っても多分1ヶ月とかなんですよね、そのジム誰かに任せて、はいはい、ずっと行くってのはまず無理なんで、はい、うん、まあ行ってみたいのは行ってみたいですね。その練習方法を学んだり、はい、まあ、その海外選手の、まだ海外選手と試合したことないんで、はい、どれぐらい力が強いのかとか、あ、はい、
はそうですね、行く前にできたらちょっと手合わせしてみたいなって思いますね。ジムは考えてますか、行くとしたら。あ、でもその、まあ、行く予定だったのがそのアルファメールとかだったんで。ああ、はい、はい、はい。そこ行って、うん。まあ、どうなんですかね。でもなんか、朝倉海選手の YouTube 見ると、新次系統でした、ね。はいはい、新次。なんか、あそこも結構いいみたいな、見てたんで。あ、まあ、でもいろんなとこ行ってみたいなと思うんですよね、本当。そうですよね。でも多分、本当行く直前になって、多分、いろいろマネージャーと話して、どこどこにしようって多分決まると思うんですけど。うん、うん。うん。まだ全然、そうですね、決めれないですね。はい。でもチームアファメオってやっぱり同じ階級の選手が多いと思います。あのバンタムとか多いんじゃないですかね、はい、誰でしたっけ。あ、ガーブラントとか、はい、ガーブラントとかいますもんね。今すごい強い韓国人、韓国人、中国人だったっけ。バンタム級ソン・ヤドン。いやー、ソン・ヤドン、はい、中国人、うん、すごい強い中国人がいるんですよ、はい、アルファメルで。フェザーとかですか。いやー、あのバンタム。あ、バンタムなんですか、うん、パンチバンバン振って。え、ガーブラントよりランキング上とかなんですか。ガーブラントは、ガーブラントなんか最近、ね、調子悪いですよね、はい。あ、ガーブラント好きですか。いや、好きですけどね、ファイトスタイルとかなんか、はい、めっちゃ鼻あるじゃないですか。そうですね、バンタム級でやって、フライ級デビューして、カイカラフランスに KO 負けしましたね。ね、負けちゃったっすよね。あ、ちなみにカイカラフランスがモレノと、あれ決まったんすか。暫定タイトルマッチが決まってます。どう思いますか、その試合。どっちなんですかね。俺ね、結構カイカラフランスが勝つと思う。なんかテイクダウンディフェンスが最近上手くなったっすよね。カイカラフランス、はい。はい。アスカロフに勝ちました。そうですね。アスカロフに勝ったっていうのはすごいっすよね。圧倒しましたよ。でアスカロフとモレノあったら多分俺アスカロフ勝つかなって思ってたんで。はい。って思ったら、そうですね。カイカラ全然あるっすよね。楽しみっすね。楽しみです。なんで暫定なんですかね。チャンピオンが。怪我しちゃったんですか、ね、そうだ。なんかあったよ。わかんないんですけど。なんかあったんですか。試合出ないそうです。はい。フィゲレードですよね。はいはい。フィゲレード好きなんですけど。あ、いいっすよね。かっこいいんだけど。パワーすごくて。やばいよね。あれがフライ級と考えると。でもオフやっぱすごいでかいって言うっすよね。なんか75キロとかあるみたいな。はいはい、そう思うとやっぱパワー差はあるかもしれないですね。でも、シンジさんのオフって65キロぐらいって、ね、本当に65キロぐらいなんで、やっぱそこからプラス10キロって考えると、やばいよね。やばいっすね、多分。奥の時は多分、絶対勝てないんじゃないですか。そうだね。だリカバリーとかもなんか10キロぐらい戻しそうですよね。はい。僕がリカバリーで5、6キロなんで。そうですね。はい。はい、でも、たとえ、新竜さんがもっと大きくなりたいと言っても、なんか体のフレームはでかくならないから。まあ、違うっすよね。まあ、筋肉はつくことはできるんですけど、はい、なんかその、でかさっては、ちょっと違いますよね。そうですね。そういうところで平選手は、ちょっと、フライ級としてなんか体格を考えると結構パーフェクトですよね。でかいんじゃないですかね、うん、手も長いし、はい、すごいでかいですね。筋肉もあって上半身結構大きいと、まあ、大きいですね。はい、なんかどっかで階級上がりそうですよね。やっぱまだ若いし上げようとしたら全然できますよね。全然バンタムでやれる体じゃないですか、はい、僕はもう絶対フライでやりたいなって思うんで、そうですよね、バンタムはちょっとでかいかなって思うんですよ。バンタムはみんなでかいね。でかいじゃないですか。でかいね。しかもその、USC とかもし行った場合、はい、バンタムだったら、オフが80キロとか、そういう人。スターリングぐらいになるから、ね。そういうの出てくると、やっぱ、さすがに、オフ65キロの僕じゃきついかなって。きついですよ、ね。はい、思うんです。そのサイズ差ってどれぐらい試合を影響すると思いますか。あ、でもそのスタイルによると思うんですね。そのパワー勝負でやるんだったら、僕は全然きついと思うんです。はい。でも僕は、なんだろう、スピード重視で戦うタイプなんで、スクランブルとか、はいはい、だから僕は海外に向いてるのかなって思うんですね。まあ、力で来るところを僕がスピードで、はい、行くみたいな、はい、なんか重力豪を制すみたいな、そんな感じのイメージで戦ってますね。でも大きい方は有利と思いますか。いや、わかんないですね。でもそれもスタイルによる。多分僕はそのスピードなんで、なんだったらパワーで来てくれた方がやりやすいかもしれないです。僕が多分一番きついっていうのは多分スピード負けするときだと思うんです。ああ、そう、僕もなんかそう思ってて、やっぱり小さい選手とやる方がやりづらいのかなって思ってたんですけど。はい、でも多分僕の方がスピード速かったですね。はい、はい。やっぱり速いんですね、新竜さんは。スピードあるんですか、ね、僕は多分速い方だと思います。どうですか、てっぺんジムで練習して、あ、スピードあるねって言われますか、どうですか。スピードあるね。
いや、特にそこまでは言われないですかね。多分試合の方が僕発揮するんですよ。ああ。別に僕練習そんな強いわけじゃないんで。ああ。はい。なんか試合になると研ぎ澄まされて、そのどこも痛くなくなるみたいな。もう練習だったら本当もうちょっと痛かったら休むんで。そうなんですね。もう怪我怖いなーっていう人なんで。試合の時にそうですね、モードに入るんで。気合い入れてますね。練習と試合では全然ギャップはあると思うんですよ、僕は。全然練習だとやられたりするんで。スマートなんですね、じゃあ。スマート、頭いいんすかね、わかんないですけど。怪我しないようにはやってますね、はい。無理して、勝負してっていうのはしないですね。ガチになったりしないし。はい、なるべく怪我しないように、うん、でまあ試合で出せればいいじゃんっていうのが僕の考えですね。いやー、それは頭いいです。はい、頭いいです。はい。よかったっす。This is Son Young。ああ、これ見たことあります。はい。その、チームアルファメルで練習してるバンクーキュール、はい、中国人。フィジカルがやばいんですよね。これでバンタムなんですか？これでバンタムです。すごいな。フェザーぐらいに見えますね。パワーがね。だだその筋肉。すごい。結構強引に行くんですね。結構強引に行きますね。すごい。わおこれこそもうパワーですよね。これがそうですね。パワーファイター。そう。でもこういうパワーファイターがこんなに出ると、きついじゃないですか。はい。僕は多分テクニックでやるしかないです、ね、そうですね。パワー勝負はしないで、はい。今結構その日本人ファイター VS この海外選手のなんか、はい。話題が回ってるんですけど。あ、なんか日本人が負けるみたいな。はい、うん。あれ、見ててどう思いますか？まあでも、悔しいは悔しいですよね。舐められてんのかなって。はい。思うですね、海外の人には。あ、これは海外の人ですね。俺、いや、ま、アスクラフに勝てると思ってなかった。いや、僕も思ってなかったっす、それは。絶対3ラウンドつけさされて、はい、つけられて、負けると思ってたんだけど。と思ったらしっかり勝ちましたもんね。強くなりましたね。どっかで変わったんですよね、多分。そうですね。誰、なんか一回寝技師の人にめっちゃやられた時あったね。誰でしたっけ、あの、ブラジル人みたいな。はいはい。あそこに勝ってから調子良くなってったんじゃないですかね。あ、ボントリーンね。あ、そうそうそう。あ、これです、これです。ボントリーンに負けてますもんね。え、勝ったっすよ。勝ってるんですか？逆転勝ちしたっす。あ、そうですね。KO 勝ちしたよね。途中までもう終わりそうな。あ、確かに。あ、これで勝って。うわ、はい、こっから調子いいんじゃないですか。あ、ボントリーン、マネリケープとやるって。ああ、はいはいはい。それ、ちょっとマネリケープにとって厳しい試合と思いませんか？いや、きついんじゃないですかね。寝技が強いから。うん、寝技強いのに多分苦手じゃないですか、マネリケープ。はい。ボントリーンが勝つんじゃないですか。うん。多分。マネーケーブルちょっと勝ってほしいところがあるんですけど。負けたら、ライジン戻ってくるんじゃないですか。前回も言いましたね、はい、これ。え、でも今、何戦何敗ぐらいなんですかね。今、4戦2勝2敗かな。ああ。2回判定負け、2回 KO 勝ち。次負けたらじゃあワンチャン。あ、いや、でも。ではないですか。今、ランキングに入ってるからまだ大丈夫と思います。ランキング14位かな。今ランキング14位で、ボントリンがランキング8位で、はい、今回の、その UFC シンガポールでメインカードで出るそうです。ただこの前に試合が決まっていて、なんかドーピングで捕まったの。ああ、ありましたね。ありましたね。で、結局なんかすごいなんか小さい物質が何億分の1みたいな、ピコグラムスで英語で言うんだけど、本当にこの小さいの、はい、で、捕まったのドラッグが、ティーボーなんだけど、トリノボーなの。トリノボー。ジョン・ジョーンズが捕まったのと全く同じ。同じなんですか？全く同じ。やってたんですかね。やってたのが、ちょっとずつ減ってって残ってて、みたいな感じなんですか？っていうのもあるんだけど、もしかしたら、なんか汚染サプリで捕まったっていう話もある。まあ、結局、まあ、無罪っていう、はい。判断が決まって、はい、シンガポール大会に出ていいっていうことになってるんですけど、はい、面白いことが、その、ジョン・ジョーンズと全く同じ、はい。量と同じドラッグがあったって。あ、そうなんですか？そう。じゃあ、ジョン・ジョーンズも本当少しってことですか？そうそう、本当に同じ状態なんですよ。ただ、ジョン・ジョーンズは。まあ、常習犯だから。ジョン・ジョーンズは、そうだね。きつめの。ドラッグユーザーと思われてるんですけど。はい。うん、どうなんでしょうね。わかんないよね。そうですね。医者だって本当に厳しいです。
そうですね、うん、なんか取ってたらやばいかもしれないです。僕今んとこ別に普通にサプリ取ってるんですけど、はい、何かは違反になってるかもしれないですもんね。ちゃんと調べないと。ちゃんとないと。でも確か UFC ファイターは全部サプリとか与えて、あ、提供してもらえるんですか。そう、与えてくれるっていうのを聞いたことがあるんで、でもさすがに PI でその違法な薬が入ってるのはない、入ってるのはないです。ないですね。ないはずですよね。やってたんですかね。まあ、わかんないですけど。わかんないけどね。まあでもあの体は確かにすごいですよね。そうですね。体と。まあやっててもおかしくないなっていう体ではあるんですけどね。見た目で言うなら。スポーツだもん。はい。ネットフリックスとか見ますか？あ、見ます。一つ僕超おすすめするドキュメンタリーがあって、はい、イカリスっていうの。はい。まあそのスポーツと PEDs のその関係についてのドキュメンタリーなんだけど。PEDs？ PEDs。まあ、ステロイド。あ、ステロイド。英語で PED って言うんだけど、なんか、パフォーマンスエンハンシングドラッグだから PED って言うんだけど、はい、まあ、ステロイドを使ってる、はい。ことの同じ意味なんですけど、それについてのドキュメンタリーで、めっちゃ面白い。面白いですか？めっちゃ面白い。もう毎回このチャンネルでおすすめしてるんですけど。誰か捕まるんですか？捕まるっていうか。ドキュメンタリーだと。まあ、そうだね。なんか国が捕まったっていう感じですね。はい、ちょっと、見てみます。面白いです。はい。本当に、UFC で見たいです。僕もやりたいですね。できることなら、本当に。UFC に出るから、ちょっとずつなんか、そのフライ級の選手とか見ていくっていう、そういう、なんか、気持ちとかはないですか？あ、海外のってことですか？はい、ちょこちょこは見たりするんですかね。インスタとかでやっぱ、フライ級の選手、はい、注目されてる選手とか出てくるじゃないですか。あ、はい、は試合の映像見て、はい、ああ、このいつ強いなみたいな。最近あれが強いなと思ってたんです。名前忘れちゃったんですけど、アマチュアで無敗で来たフライ級の。ああ、なんかニュースに出てましたよね。契約されたって。誰でしたっけ？ブレイブ FC の選手で上がって、はいはい、なんか顔がぬるま語系な感じの。なんかめちゃめちゃ。ロシア人ですか？ロシアなんですかね。何人か分かんないですけど。これは強そうだなって思います、ね、この前回のエピソードでロシア人と黒人とは戦いたくないっていうのを言ってたんですけど、それは変わりないですか？変わりなく、そもそこは強いんじゃないかなと思うっすね。それ UFC 選手のなんか半分以上みんなロシア人か黒人になると思います。やっぱ強いですよね。強いよね、はい。自然に強いっていうところが。もっとテクニック磨かないといけないですね。あ、まあ、力で対抗は多分、今後やっぱ厳しいと思うんですよ、日本人は。はい。だからやっぱテクニックとスピードで、まあ僕は勝ち上がっていくんじゃないですかね、行ったら。はい。はい、あ、これっす。あ、イエス。こいつめっちゃ強いなって。デビュー戦やって勝ってますよね。はい。あ、でも2戦ぐらいやってなかったですか？まだ1戦目とかですかね。こいつ強いと思うんですよ。でも、チャンピオンなんじゃないかなと思うんです、うん。あ、でもイギリスから戦ってるんだ。へぇ。あ、イギリスなんだ。7勝、2 KO、3、1本。判定。あ、ほんとだ、ブレイブシーかな。ああ、そうですね。エスピノール vs. ボーコフの大会に出て、チョークで勝ちましたね。いや、はい、もう思い出しました。あれもすごかったですよね。すごいです。ああ、同い年ですね。2000年生まれだから。すげえ貫禄。でも175センチです。あ、でっかいな。身長変えられないからさ。そうなんですよね。あ、でも最近ね、テレビでか身長変えた人がいました。ただ、あんまりそうですね。変えたくないよ、本当に。なんか、膝の部分をで手術して。ああ、でもなんか運動パフォーマンス落ちるって。いや、運動はできないと思う。できなくなるんですよね。なんか、1年間ぐらいリハビリぐらいやらないといけなくて。骨延長手術みたいな。そんな感じ。そうですよね。いや、そこまで身長は伸ばしたくないよ。お金もめっちゃやばいですもんね。1000万ぐらいかかるんですか、ね、結構かかりますよね。すごいですよね。やらないですね。まあでも170ぐらいやっぱ欲しかったなとか思うんですけどね。たまにね。はい。たまに思う。フライで170だったらもっとスタイル変わってたと思うんです。でも平選手も170ぐらいいってますよね。もっとあるんじゃないですかね。175かな。5はないと思うんですけど、多分2、3はありそうですよね。僕もでかければ多分もっとゆっくり戦えたかなって。ああ、はい、もっと。やっぱ確かそうですよ。身長が低いと。小さい分やっぱ。入んないといけない。人より動かなくちゃいけないから。はい。まあ人よりきつい練習はしてるっすよね、多分。あ、でも170センチですね。これが僕の1個ですね、多分。2000。ああ。でも学年が多分1個上なんですよね。結構、今海外から注目されてますね。ああ、そうですね。うん。
まあ、寝技が強いって、はい、コントロールがうまいって言ってました。46とかやっぱさすがにうまいなと思ったっす、ね、すごい体の長さ生かして戦ってたっすね、はい、マネリケープと平選手決まったらどう思いますか。まあ、今回の試合見てマネリケープ勝つかな。うわ、そうなんだ。俺今回の試合見て平選手が勝つと思った。あ、本当ですか。入れ替えでは、はい、テイクダウンディフェンスを徹底的にしてやったら多分マネリケープパンチ受けてもタフだから倒れないで、はい、まあ、平選手なんかちょいちょいそのパンチに免疫ないとこあるかなって思うシーンがあったんで、うん、マネリケープが打撃で攻め込むんじゃないかなって思いますね。平選手結構パワーアップしたように、まあ、僕に見えたんですけども、それはどう思いましたか。そんな、どうなんですかね。僕的には穴が見えたって本当そういう感想なんですよね。全然いけるじゃんっていう。なんかもっと幻想あったと思うんですね、そのみんな的には。うん、圧倒的に勝ってみたいな、はい、っていうのでは今回なかったんで、ちょっと危ないシーンとかも見えたんで、はい、ああまあこれなら全然っていう感じですね。うん、新入さんの自信もすごいですよ。いや、もう自信ないとやっていけないんで、格闘技なんで、はいはい、そうですね。もうみんなに日本一って言われるようになりたいですね、うん、やっぱまだ日本一とはやっぱ平選手がいる限りは多分どっちが強いんだっていう続くと思うんで、やっぱしっかり倒してそこで日本一っていう胸張って言いたいですね。確かにその日本一っていうのがあるから、はい、UFC で戦ってても日本で戦ってても、はい、なんか宣伝したい、なんか言いたいものは、まあ、ありますか。あ、もちろんあのインスタフォローしてください。リンク下の方にあってあります。はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。何言えばいいですかね。何言えばいいんでしょう。前回何言ったんでしたっけ、はい、前回確か試合に向けてのなんか、一言を言ったと思うんですけど。ぶっ倒しますみたいな言ったんですか、ね、そう。まあ、ぶっ倒してきました。ナイス。はい、完璧。はい。まあ、また次誰になるかわからないですけど、まあ、その相手も、まあ、ぶっ殺そうと思うんで、応援お願いします。楽しみです。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。